ねえねえ、聞いた。担任のひまり先生が公然わいせつで逮捕されちゃったんだって。ブエ、それじゃあ誰が私たちのクラスを見てくれるの？ブ、今日から新しい先生が来るんだって。あ、来たみたい。マッスルボディ、マッスルボディ、マッスルボディ。はじめまして、生徒のみんな。今日からこのクラスの担任を務めるマッスルボディ青山だ。マッスルボディ青山と呼んでくれ。うわ、すごい人が来ちゃったよ。先行きが不安になるね。先生、とりあえず服を着てください。私は先生ではない、マッスルボディ青山だ。そしてなぜ服を着ないといけないんだい？当たり前でしょう、恥ずかしいからですよ。私は全然恥ずかしくないが、マッスルボディ。見てるこっちが恥ずかしいんですよ。でもそれって君の感想だよね、マッスルボディ。いちいちポーズを取らないでください。カナタ君、相当怒っているね。クラスで一番わいせつに厳しいからね。女子のスポーツブラが T シャツから捨てているだけですごい怒るもん。先生、僕はこう見えて空手3段、柔道4段、セクシーコマンドを7段の格闘家です。わいせつな行動を改めないのであれば実力行使をせざるを得ませんよ。3秒だけ待ちます。先生、服を着てください。マッスルボディ、マッスルボディ、マッスルボディ。わあ、窓から投げ飛ばしちゃったよ。考慮大変だ。私のことはマッスルボディ青山と呼べと言ったはずだ。まったく、誰が先生だ。こんな全裸の教師がいるはずないだろう。そこに怒ってたんだね。先生でないならこの人は一体何者なんだろうね。それにしてもカナタ君、大丈夫かな？さすがに大怪我してるんじゃない？死んじゃったかもしれないよ。なんてことをするんですか。頭を思い切り打ちましたよ。あ、自力で戻ってきた。全然元気だね、よかった。先生、マッスルボディ。いけない、今度こそ殺されちゃうかも。カナタ君、命は大切にしようよ。美しすぎますよ、マッスルボディ青山先生。僕は頭を打ってようやく気がついたんです。鍛え上げられた筋肉の美しさ、尊さに。ああ、なんて美しいんだ。触ってもいいですか？もちろんだ、好きなだけ撫で回していいぞ。私のマッスルボディは生徒たちみんなのマッスルボディだ。うわあ、なんという弾力、しなやかさ。マッスルボディ青山先生の筋肉最高です。こんなに素晴らしいものはどんどん露出していくべきですね。はっはっは、分かってくれたようで嬉しいよ、マッスルボディ。マッスル、マッスル。やばいよ、カナタ君まであっち側に行っちゃったよ。まあでも本人たちは幸せそうだしいいんじゃない。一応ハッピーエンドと言えそうだよ。そうかな。